お買い物中の皆様、明けましておめでとうございます。昨年4月から続けております日曜街頭演説、今日で39回目になりました。皆さんと一緒に新しい風を立山に吹かせてまいりたいと思って活動しております、室敦美でございます。今年もよろしくお願いいたします。お正月三が日、今年はとても穏やかな日でした。本当に館山暮らしやすいねということで皆さんの話題にも上ったと思います。そんな中、館山市が発表しました、住みたい田舎ランキング、今年もランキングが発表されたというニュースがネットに載っておりました。これは宝島社が毎年、今回で7回目になると思うんですが、アンケート調査で発表しているものです。その住みたい田舎ランキング首都圏の部門で館山市が第3位、7年連続でトップクラスにあるということで紹介されておりました。トップクラスにいるということはいいことではあるんですけれども、ただこういう数字が出たときにもう少しきちんと詳細を確認した方がいいかなと思っております。私も気になったときにこの数字を確認したことがございます。今年の最新のものはまだ現物が手元にないので詳しいことがお話しできないかもしれないですけれど、3年前館山市はこの住みたい田舎ランキングで首都圏ベスト1位に選ばれたということでアナウンスしておりました。その時から比べると3年で3位まで落ちてしまっているということもできます。また首都圏と言いますと東京、千葉、埼玉、神奈川ですけれども、首都圏なので田舎というところがそれほど多くない地域でもあります。3年前首都圏の部門で1位といった時には全国574の市町村の中で館山市78位でした。こうしたことから見てももっともっとランキングを上げる余地はあるのではないかなと私では思っております。また住みたい田舎ランキングというと皆さんアンケートでも取って館山市に住みたいっていう人がそんなに多いのかなと思ったかもしれません。私も最初そう思いましたが、この調査を調べてみましたらそういうアンケートではございません。自治体にいろんな施策状況を100項目以上のアンケートを取ってそれを自治体が回答したものです。例えば移住の相談窓口があるかとか、どういった相談をしているか、医療体制が整っているか、子育て施設はどうか、あるいは施策はどうか、自然環境、災害のリスクはないか、そういったものを点数化してこの宝島の編集部の方でランキングをつけている、住みやすい田舎ということの定義にしたものだということです。では実際に移住者増えているかどうか、皆さん今人口がどこでも減少している中で若い人たちの移住者獲得の競争のようになっております。その中で館山市、私が館山に来た頃人口約5万人ということで言われておりましたけれども、今現在4万6800人程度まで落ち込んでおります。特に最近の人口の減り方が大きくて、毎年この5年間で見ると平均年間で500人ずつ減っております。移住してくる人もいるけど行く人はそれ以上に多いという状況です。また移住してきたもののやっぱりここは合わないなということで帰ってしまった人もいらっしゃいます。あるいは移住として決めてきたからやっぱり帰りたいなと思っても
。実はそういう声も私も聞いておりまして、そういうことがないようにいろんな対策も取っていく、行政だけではなくて受け入れる側の皆さんたち、来る人もそして受け入れる側もお互いに幸せになるような、そういうことも考えていかなければいけないと思っております。都会と田舎、全く常識が異なることもたくさんあります。私は最初の頃は全くいろんなことが分からずに暮らしてきた中で、まあ、いろんなことを言われたこともございます。そういう移住者を増やそう、若い人を増やそうということが皆さんの希望になっているのであれば、来た方を温かく迎えられる、そういう街づくりも必要だと思っております。また住みやすい街にしていくためにはいろんな方法があります。皆さんの望みもいろいろだと思います。税金が安い方がいいよという方もいます。あるいは便利なところがいい、高齢になっても暮らせるところがいい、または子どもの手当が充実している方がいい、いろんな意見があると思います。その中でどういうことを目指してやっていくのか、そしてそれが毎年きちんと改善されているのかどうか検証できるような目標を掲げて、それを実行していく、そのような体制を取っていかないと住みやすい街というのがなかなかできていかないような気がしております。そして私が一番大切だと思っているのは、持続可能な将来にも続ける、そして働くことができる皆さんからの声をよく聞くのはそういったことです。そういう関心で昨日見つけたアイランの中に、持続かつ可能な街づくりをやっている事例がいくつか載っておりました。そこでは、社会的な問題、いろんな地域が抱える問題をやり方で解決していく、企業化支援、そういったところに力を入れている遠野市の事例などもございました。私が前から唱えているソーシャルビジネス、そういった考え方と同じだと思います。儲けはそれほど多くなくても、社会の問題をみんなで解決していって、それでビジネスにつなげていける、そうしたことをができるように、行政としても施策を、起業家を受け入れる、起業家が来やすいことを、いろんな試みをしていく必要もあると思います。一方でビジネスというのは民間の企業が、民間の方がやることですので、行政任せではなく民間でもいろんなことをしていこう、そして街づくりも民間も動かなければいけない、そういった動きが今出てきております。ちょうど あさって8日にイノベーション街づくり講演会というのが行われます。昨日の防日新聞にも掲載されておりました。これはまず行政と民間が一緒になって企画している講演会です。イノベーションというのは日本よりもう一歩進んだ考え方です。使えなくなった、あるいは空き家になっている、そういったところを定義をして、新しい価値を生み出していこう、そしてそれも一軒単位ではなくて町全体でそういう取り組みをすることで、資源を生かして町の価値を高めていこう、そういった動きです。それはまずは館山市駅、館山の駅前を活性化する、そういったことから始めてみませんかという呼びかけです。案を一つにということも提唱してきましたけれども、その中心となる館山駅、こちらが今のままでは本当に寂しいばかりです。この館山駅前を民間と、そして行政と一緒になって、高校生から選べる街づくり、そういったことも考えております。8日夜6時半から館山駅前のビルで行います。坂本ビルです。事前申し込みが必要ですので、ぜひ皆さん
今年もまたこうした活動を続けてまいります。皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。